ねえねえパトラちゃん、私たち原生人類ってホモサピエンスって言うんだよね。そうね、何か気になることでもあるの、マリー。なんでみんな略すときにサピエンスなんて長い方の言葉を使うのかな。もうホモでよくない？それにはいろいろな面で不都合があるのよ。私たちにはサピエンスという言葉こそが重要なの。かつて人族には他にもホモハビリスやホモエレクトスなどいろんな種類がいたからね。ああ、そういえば聞いたことがあるね。それで私たちホモサピエンスだけが生き残ったんだよね。でもなんで私たちだけが生き残ったのかな。そうね、それにはサピエンスが生き残ったことよりもなぜサピエンスが生まれたかを考えた方がいいかもね。そしてそれには火の利用が大きく関わっていたのかもしれない。火の利用？というわけで今回は火の利用とサピエンスの誕生についてお話ししようかしら。よろしくお願いします。火を能動的に、かつ、自らの手で利用するのは、今のところ人間に限られるかもしれない。なんか、持って回った言い方だね。単に、火を使うのは人間だけじゃダメなの。というのも、受動的であれば、野生動物も火を利用するケースもなくはないのよ。受動的とな。日本では滅多にないけど、乾燥した地域では、自然発火による火災というのが珍しくはないわ。あ、なんかアメリカとかオーストラリアでものすごい山火事になったニュースはたまに見るよね。そう、アフリカのセネガルで暮らすチンパンジーはたびたび起こる火災を回避する方法を熟知しているとか。っていうことは野生動物も火というものの特性みたいなのを知っているってことだ。それだけではなく、自ら火が通った後の焼け跡に出向いて加熱された食べ物を探したりもするみたい。え、野生動物って焼けた食べ物とかを食べるの？チンパンジーに限らず、多くの哺乳類は火の通った食べ物をむしろ好んで選ぶとのこと。普段の硬い木の実や芋などの地下茎も焼ければホクホクになって食べやすくなるし、哀れにも焼肉になっちゃった他の動物たちも彼らにとっては滅多に食べられないご馳走になるのかもしれないわね。まあ焼けたから食べられないってことはないんだろうけど、それを美味しく感じるのは人間と同じなんだね。ちなみに、これは仮説の域を出ないけど、犬の家畜化にも、この焼いた食べ物を好む習性が関わっているという意見もあるわ。どういうこと？私たちの知っている犬は、もともとは野生の狼が飼いならされ、家畜化されたもの。以前の動画でやってたね。犬は最初期の家畜の一つだって。でも、その獰猛な狼は、どのような経緯で人間に懐いたのかは、実ははっきりしていないようなの。うん。でもなんか狩りの役に立ちそうだし、飼いならしてみようって思っても不思議じゃないんじゃないの？その子の経過を知っている私たちならそう思うかもしれないけど、その頃の人類にはそもそも飼いならすという発想すらなかったはず。群れをなして計画的に狩りを行い、時に人間さえもターゲットにする猛獣と一緒に暮らせるって考えるかしら。うん、確かに最初の一人は相当クレイジーな気もするな。それよりも、もっと自然に両者は歩み寄る過程があったのかもしれないってこと。ほう。例えば、火で食べ物を調理することを覚えた人類が、ねぐらの近くに生ゴミを捨てるとする。先ほど触れたように、多くの哺乳類も加熱した食べ物を好む。狼も例外ではないわ。となると、一群の狼たちが、そうした人間の美味しい食べ残しを漁っているうちに、徐々に人間との距離が近づいていったのではないか、という話。はい、なるほど。自然と餌付けみたいなことになって、両者が互いの利用価値を見出して共闘するようになった的な。あくまで推測による仮説だけど、猛獣の狼を無理やりとっ捕まえて調教するよりは現実的なんじゃないかなと。確かに。また、私も聞きかじっただけで詳しく調べたわけじゃないけど、動物は火を恐れるっていうのはどうも正しくはないとかなんとか。え、そうなの。ジャングルでは猛獣に襲われるのを防ぐために火を焚くとか。それは火を焚いていることで何者かがいるということに警戒するだけであって、むしろ動物は火そのものには好奇心を示して近づいてくることもあるとか。そうなの？ままこの辺の情報はツイッターレベルだから聞き流してちょうだいな。いつから YouTube かっこニコニコの信頼性がツイッター以上だと錯覚してるの？もっと激しく火を利用するのはオーストラリアの森の4分の3を占めているとも言われるユーカリの木。乾燥したオーストラリアでは頻繁に伸びが起こるわ。ユーカリはそれに耐性を持っているの。
樹木系なのに火属性に耐性？それはルール違反だよ。ユーカリは幹の内側と外側の樹皮で燃えやすさが異なっているわ。樹皮をあえて燃えやすくすることで火がついた場合、先に樹皮だけが燃え落ちて剥がれるようになっているの。歩兵、いわばあえて外装にダメージを集中させてからパージするわけだ。そう、こうして内部に深刻なダメージが及ぶのを防いでいるわけね。でもそれだけじゃ利用しているとまでは言えないような。一部のユーカリには耐性どころかもっとデストロイな性能が備わっているみたいよ。ユーカリは油分を多く含み、その精油は医療用、アロマ、防腐剤などとして利用されるわ。ああ、ユーカリオイルってなんか売ってるの見たことあるよ。しかし、そのユーカリから油分が揮発し、テルペンという可燃性のガスとして歯から放出されるの。ユーカリの群生地では、このテルペンの濃度が上がり、高温と乾燥によって引火。火はあっという間に燃え広がり、大規模な場合は数ヶ月間にわたって、こうした大火災が続くわ。ユーカリが山火事を起こしてるってこと？なんでそんなデストロイな性質を？実は、ユーカリの種子は、この山火事を経験した後の雨によって発芽を促す性質があるとも言われるの。つまり、ユーカリは、自らの能力で山火事を起こさせ、ライバルの植物や生き物を焼き尽くして、焦土溶かした後、悠々と、自らの種をまくことで繁栄しているとのことよ。ドイツ騎士団かな？まあ、このように、火を利用すること自体は人類の専売特許というわけではないわ。じゃあ、人間の何が特別なのかというと、その火を自分で起こして、かつ自分の意思で食べ物を調理したり、他の用途で使用するようになったこと。そして、それこそが人類を、私たちの直系であるホモサピエンスに進化させたとも考えられるの。人類が初めて自ら火を起こしたと考えられる最古の痕跡は75万年前に遡る。それより前にはなかったってこと？明らかに人為的に火を起こしたと確信できるのが75万年前ということで、それ以前にもそれらしき痕跡はいくつもあるみたい。100万年前とか150万年前とかね。ふんふん。ただ、これほどの時代になると、その遺物というのが、住居跡の焼け焦げた石とか骨とか、そういう程度のものになってしまうため、人類が自ら火を起こしたのか、伸びや落雷などの自然現象によるものかがはっきりしないのよ。つまり、可能性は十分にあっても断定ができないと。そう。学術的には、人類が初めて火を使用した証拠を挙げるのはなかなか難しいのよ。なるほどな。考古学って歴史よりもずっと諸説の幅が広いのよね。仮説は立てられても立証がなかなか難しいから、火の使用も20万年前から170万年前までまちまち。そうなると不特定多数の人が編集できるウィキペディアの記事の情報なんかも結構偏ったりしちゃうかもね。でもこの回はむしろロマンを追っていく回にするから、割と都合のいい説をつまんでそれを前提に話していこうと思うわ。その辺ご了承の上、お楽しみください。私たちの属するホモサピエンスの登場がおよそ30万から20万年前と推定されているから、火の能動的な利用自体はそれよりも随分と昔のことと考えられるわ。じゃあ火の利用はサピエンス以前の人類によって行われていたのは確からしいってことね。150万年前とかになると確証はないけど、70万から80万年前のものになると火の利用の痕跡がリアルになってくるわ。イスラエルの遺跡からは焼けたオリーブや火打ち石などが見つかっているし、アフリカでも同じ時代にそうした痕跡があるらしいわね。へえ、それらはサピエンス以前のなんていう種の人間なの？彼らはホモエレクトス、いわゆる原人だとされているわ。現代ではこのエレクトスの一部が枝分かれして、さらにそこから20から30万年前にサピエンスに進化したと見られているわ。なるほど、私たちのご先祖様ってどこか。もっとも20から30万年前にサピエンスが誕生したというのは暫定的なもので、サピエンスに分類されるそれより古い化石が見つかっていないの。篠田健一氏による人類の起源では、サピエンスにつながる系統とそれ以外の系統が分岐したのは60万年くらい前だということが示されているわ。なんか難しいんだね。まあその辺はふわっといきましょう。それより遡り、もしアフリカで発見された150万年前の焼け焦げた石や骨が人為的なものであれば、エレクトスもしくはより前の段階のホモハビリスが最初に火を使ったことになるわ。そこまで昔になるともはやロマンだね。
ハビリスやエレクトスが火を使っていたことに異論を唱える学者でも、その後に現れたネアンデルタール人が火を使っていたことは概ね同意しているとのこと。ネアンデルタール人、ホモネアンデルターレンシスの登場は30万年前から80万年前と諸説あるけど、いずれも私たちサピエンスよりは早いみたいね。ということは、少なくとも私たちが知るサピエンスの誕生前には多くの人類によって火は使われていたということだ。日常に浸透していたとまで断定はできないかもだけどね。で、最初はどうやって火を起こしたんだろう。よく見るイメージでは、木の板に尖った棒を立ててキリキリ回して摩擦熱でって感じ。切りもみ式というやつね。確かにそれは数千年前の遺跡からもそれ用の道具が見つかっているわ。でもそれが人類最古の方法だったかというと疑問が残る。そうなの。その方法は火が起こるまでにかなりの時間がかかるし、そもそも火を起こすのにもそれなりの熟練が必要。それはそうすることで火が起こるということを知っているという前提がなければ試さない方法と考えられるわ。ああ、確かに。それで火が起きると知っている人じゃなければ長い時間をかけて根気よくキリキリと棒を回し続ける動機がないものね。そう、それが初めての火の使用というのも不自然でしょう。むしろ最初は偶然によって火が起こることを発見したと考えることが自然よ。すなわち普段の生活の営みの中でたまたま火が起こることを体験するというね。でも普段の生活で火が偶然に起こるなんて考えられるの？火を起こした最初の痕跡は諸説あれど、ロマンで最古の説を取るならば150万年以上前になるわ。そしてその頃にはもう一つの人類特有の習慣が行われていたわ。それが石器の製作よ。ほうほう。単純な石の使用であれば300万年以上前に遡るとも言うけど、それを加工した打製石器は最古のもので250万年前。それが150万年前には広く使用されていたとのこと。あ、火が初めて使用されたかもしれない年代と石器の普及が同じような時期。まあぶっちゃけ同じような時期とは言っても10万年とか20万年とか、私たちからすれば気の遠くなるような時間の誤差があるけど、そこはまあ置いておいて。単に石器を作る知性を身につけたということは、火を使うという行為にも知性が追いついたから。それ以上に石器と火の使用には関連があるかもしれないの。どういうこと？石器を作るというのは簡単なように見えて意外と難しいものよ。石にも目のようなものがあって、望んだ方向に割れるとは限らない。また石の種類によって石器に適した硬度や割れ方というのも違ってくるわ。つまりそんな太古の時代にも道具作りには素材とその性質を見極める眼力と正確に加工する匠の技術というものが必要だったと。多分石器は誰でも作れたものではないでしょう。仲間の中で最も手先の器用な人が専門の職人になったのかもしれない。石器作りの職人はいろんな石を試したはず。どの石だといい石器が作れるか、どのように打ち付ければ望んだ方向に割れてくれるか。ふむ、中の人も木工とかやるみたいだけど、あれも完成品を見て想像するのと実際に作るのじゃ難易度が大違いだものね。そんなことを繰り返していると、石によっては激しく火花が出るものに出くわすこともあったはず。あ、現代で夕日打ち石みたいな。あるいはそんな時、足元の枯れ草に火花が燃え移って慌てることもあったかもしれない。お、それが人為的に火を起こせるようになったきっかけ？あくまで仮説だけど、出るかもわからない火を起こすために木の棒をキリキリ回すよりはもっともらしいと思わない？大鉄鋼という鉱石は現代でも火打ち石として使われているわ。ふん、なんでその石なの？大鉄鋼の化学式は FES に、ポイントが酸化していない鉄が含まれること。前回、地球上の鉄は大抵酸化してるって言ってたね。そう。でも、この大鉄鋼の鉄は、硫黄と結合しているために酸化を免れているの。これに衝撃を与えることで剥がれた鉄が、摩擦熱によって、瞬時に空気中の酸素と結合する。鉄は、酸素と結びつく力が強いというのも、前回話したわね。うん。結びつきやすいということは、急激に酸化すること。酸化とは、すなわち燃えること。火が高熱なのは、物質が酸素と結びついた時に起こる反応熱によるものよ。でも鉄って燃えるなんてイメージないけど。塊になった鉄は確かに燃えづらいわ。それは酸素と触れる表面が少ないから。でも微粒子となった鉄は全方位から一気に酸素と結合し、その急激な反応熱によって燃え上がるの。
鉄を繊維状にしたスチールウールに火をつけたら激しく燃焼する実験は見たことがあるんじゃないかしら。そういえば、鉄の塊はむしろ燃えない素材なのに、細かくなった鉄はめちゃくちゃ燃えやすいなんて不思議だな。発掘された5万年前のネアンデルタール人の悪夫手のひらサイズの石斧には、王鉄鋼に打ち付けた痕跡があったという。ベルギーからは、1万3000年前の王鉄鋼にへこみがあるのが発見されていて、火打ち石として利用されていたと考えられているわ。つまり、火打ち石は少なくとも数万年前には確実に使われていたと。なら、もっと古い時代にも可能性が。また、近年になって、アルプスの氷河で発見された5300年前の男性のミイラ、通称アイスマンの荷物の中からは、王鉄鋼のかけら、打ち付け用の石、着火剤という火起こしセットが見つかっているとのことよ。はえー。そして、火打ち石の性質は、惰性石器を作るために、大昔の人類が試行錯誤しているうちに発見されたと考えるのは理にかなっているように思えるわ。実際、石器としても使われる高度の高い水石、フリントは、王鉄鋼にぶつける火打ち石の代名詞でもあるしね。まあ、そのストーリーが事実かは確かめようがないけど、いろんな場所で、そういうことが何度も発見されることはありそうだね。私たちサピエンスは、後から生まれたおかげで、そうした先輩の人類種の発見の恩恵を受けることができたということかな。ところが、それは論理が逆なのかもしれないわ。え？サピエンスが生まれた頃には、火の使用は行われていたらしいけど、むしろ、火の使用によって、生物学的なホモサピエンスの進化が成し遂げられたとも考えられるかも。ホモサピエンスが火の使用によって進化したってどういうこと？火を使うことでいろんな応用ができるようになったとか？そういう技術的な話じゃなくて、そもそも火の利用そのものはそれ以前の人類からやっていたことだしね。ここで言いたいのは、サピエンスの生物としての体の構造が火の利用を前提としたものになっているようにも見えるということね。火の利用を前提とした体の構造？多分だけど、私たちホモサピは火を使用しなければ生き延びることは不可能でしょう。まあ確かに。でもそれは私たち個人が文明のある生活に慣れ親しんでしまったからであって、火のない生活の仕方を学べば大丈夫なんじゃないの？人類と一言に言っても、私たちホモサピと石器や火を使い出したホモハビリスやホモエレクトスは別種の生き物。そこには身体的にも明確な違いがあるわ。ほう。例えば、ハビリスよりもサピエンスに近いエレクトスは、直立二足歩行ができて、簡単な道具を作るほど、器用な手先を持っていたけど、労用量は、私たちの約 75%。反面、体格はがっちりしていて、特に顎なんかは、はるかに頑丈な作りになっているわね。ああ、確かに、私たちより、以前の人類って、顎がしゃくれ気味で丈夫そうだよね。その辺お猿さんに近いというか。そう。むしろ、顎が後ろに引っ込んでいる私たちの方が、他の霊長類に比べて特殊と言えるわ。そして、それこそが、火の使用を前提とした生き物として進化を遂げた証。同時に、それが、脳の大きさの飛躍的な進歩にもつながったとも見られているわね。なんでそうなるの？その話のためには、まず、サピエンス以前の人類の生活から。ホモサピ、エレクトスより前段階のハビリスは、他の動物の肉を食べることもあったのは間違いなさそうだけど、多くは生きた動物を仕留めてというよりは、死骸を漁ったり、せいぜい小動物がたまたま近くに来た時のみ狩りをしていた程度だと見られているわ。つまり、基本的には狩りよりも採集によって食料を得ていたと。ええ、この辺は骨格の調査や DNA の解析によってある程度わかっているみたい。でも、牙やカギ爪のない生き物が動物の肉を切り裂くのは難しい。そこで活躍したものこそ石器ね。つまり、石器のナイフが牙や爪の代わりに肉を切り裂いたんだ。そう、肉食は石器の普及とともに容易になっていったと考えられるわ。それでも、最初のうちは生で肉を食べていたのでしょう。でも現代人だったら、生の、ましてや死骸の肉なんか食べたら、あっという間に食中毒になりそう。そう、大昔の人類はホモサピよりも優れた消化機能を持っていたはず。そうでないものは生き延びることが難しいから。しかし、そこで火の利用を始める者がいた。先ほどの経緯を見れば、石器を作り出してほどなく火の利用を思いつく人々は現れ出したに違いないわ。それがすぐに普及するかは別としてね。そう、多くの場合、散発的に各地で火打ち石からの火の利用が発見されても、それは多くの人類に伝わることなく失われてしまったでしょう。
偶然の再発明が何度もなされて、ちょっとずつ広まっていった感じかな。多くの哺乳類は火を通した食べ物を好むという話をしたわね。それで食料、もちろん肉も焼いて食べることを覚えたはず。火に通した方がやっぱり食べやすいし美味しいもんね。さてここで問題。なぜ動物は火を通した食べ物を好むようにプログラムされているのか。え、いやそんなこと急に言われても。美味しいと感じるということは体が欲しているというサイン。それにはちゃんとした理由があるのよ。すなわち火を通した方が食材からの栄養素の吸収が良くなるから。え、そうなの。火を通すことで生物組織が壊されて体内で分解しやすくなり、栄養素が消化器官内で吸収しやすくなるわ。植物性の食べ物でも動物性の食べ物でも熱を通したものは取り入れられるエネルギーは 25-50% もアップするとのこと。お、だからこそ私たちは生のさつまいもよりも焼き芋の方が美味しいと感じるのね。そして栄養の吸収効率が良くなったということは、以前よりも少ない食料で生きられるということ。つまり燃費が良くなるわ。その分消化器官に回すエネルギーも少なくて済むようになった。危険な腐肉や生肉を消化する仕組みも必要なくなるしね。なるほど。ホモエレクトスになると、それまでの人類よりも腸の長さが短くなっているという。ということは彼らはすでに火を使いこなして、消化のいい調理済みの食事をする頻度が増えていたと考えられるわ。この消化器官のスリム化はかなりの省エネの恩恵を与えるわ。生物が食べ物の消化に使うエネルギー量は決してバカにできない大きさよ。じゃ、節約できたエネルギーがどこに行ったかというと、それが脳に使われるようになったと考えられるわね。消化に使うエネルギーを節約した人類はその分で脳を成長させることに成功した。ホモエレクトスはホモハビリスに比べて脳容量は 30% も増えているという。それが可能になったのは、食事の加熱調理の頻度が増えてかさばる消化器官の一部をなくせたおかげというのが、イギリスの個人類学者のレスリー・アイエロとピーター・ウィーラーの語るところよ。で、その傾向がより顕著になったのが、ホモエレクトスの一部から分岐したとみられる私たちホモサピネ。さっきも言った通り、ホモサピの祖先が分岐したのがおよそ60万年前。そこから私たちの知る20万から30万年前の時点で、顎や体型はスリムになり、知能と器用さがアップした私たちホモサピエンスが登場したというわけ。顎が細くなったのも、消化の悪い生の食べ物を噛み続ける必要がなくなったからってわけか。そう、食材の加熱調理の一般化により咀嚼に使う時間が短くなり、顎が細くなる、消化期間も短くなった。一方、脳はさらに増大し、その消費するエネルギーは体全体の 20% という膨大なものとなったわ。でも、消化器官の分が減っても脳のエネルギー消費が多くなるとプラマイゼロなんじゃ。体や脳の作りの他に、加熱調理によってもう一つ大きな恩恵を受けたわ。それは食事に費やす時間。時間？消化吸収の悪い生の食べ物を食すには、咀嚼するにも消化するにも長い時間を費やさなくてはいけないわ。チンパンジーの顎は人間のそれよりもはるかに頑丈だけど、1日のうち実に6時間も食べ物を噛む時間に費やしているの。でもそういえば生き物系ドキュメンタリーとかでもお猿さんはずっと口をもごもごさせてるイメージあるな。一方、加熱調理された食事をする人間は1日に1時間もあれば十分な食事が取れる。これは生物として桁違いの優位になるわ。その分、空いた時間を狩りや食料採集に充てたり、あるいは何らかの発明に使うこともできたでしょう。そっか。脳が発達してエネルギーがプラマイゼロでも余裕で取り返せるほどのメリットがあるんだ。火の使用が完全に生態に組み込まれた結果、食事にかける時間も短くなり、彼らは他の人類よりも1日を長く使うことができたとも言えるわ。そして、余暇が増えれば技術的な研鑽や研究も進むでしょう。ましてや節約できたエネルギーで、そうした活動に必要な脳は増大していた。いわば、生物として初めてエネルギーの再投資が可能になったと言うべきかしら。そりゃ、サピエンスが他の人類との競争で勝つわけだね。その代償として、生の食べ物を消化する能力など、火の使えない環境では、他の野生の人類や動物よりも劣ることとなったけどね。火の発明こそが、私たちホモサピエンスを誕生させた、と言えるわけだね。とまあ、これが火の利用と私たちホモサピの進化にまつわる仮説よ。今回は歴史という範疇からはだいぶ外れちゃったけど、
いや、しかし、今はそんなことまでわかってるんだね。あ、その辺ご注意点。え？最初の方でも言ったけど、これらは無数の諸説ありの中から都合のいいものを選んで組み合わせた、あくまでも仮説の中の仮説よ。ここまで納得させておいてそれ。考古学に関しては、あまりにも研究者たちの意見が割れすぎて、これぞ確実だ、と言えるものがどれなのか、中の人には判断できないのよね。そもそも、何十万年前のこととか、明確に立証することが難しい学問分野だから。まあ、最新の遺伝子解析により、とかも、どんな検査で、どんな結果が出て、それをどう分析するとかを、中の人みたいなもんが、理解できるわけないからね。そう。だから、検証も反証もできず、ただ、ポーンと首をカクカクするより仕方がないのよね。最初にも、火を使い始めたのは、170万年前から20万年前まで分かれてるって言ってたしね。また、考古学は、新たな発見や分析手法によっても、コロッと定説が覆る分野でもあるしね。あまり門外観が偉そうに語れることじゃないと。だからまあ、今回の話は、一つのロマンを追う目的で、それっぽい説をつまみ食いしたもの、くらいに捉えていただければ。もしやこれも無案件。まあまあ、たまには、こういう会があってもいいじゃね、アゼルバイジャン。いつもよりゆるふわでお送りいたしました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。